作成中の新しい庁舎の完工は令和5年末の予定です。本日は庁舎研鑽の監修に携わっていただいている愛知学院大学文学部歴史学科教授後藤宗人様に庁舎60周年と新しい大口庁舎についてのご講演をいただきます。後藤先生、よろしくお願いします。ご紹介に預かりました愛知学院大学の後藤と申します。本日は、庁舎、60周年おめでとうございます。これに合わせて、大口庁舎新しい現代編として、作成編纂しております。本日はその特色とそして改めて、大口庁というところの特徴というのを一緒に考えたいと思います。与えられた時間は20分なんですけれども、できるだけ手短にしたいと思っております。60年と言いますと実は僕は長いなと思ってます。明治時代というのが45年、大正が15年、合わせるとちょうど60年です。その間いろんなことがありました。そしてその60年に十数年経つとまさに戦後日本の歩んだ時間になってまいります。でその60年に合わせてこの大口庁舎新しく、見つめ直そうということで、編纂が進められているわけですけれども、その特色っていうのを2つあると思っております。1つというのが、歴史学っていうのは実はいろんな分野に分かれているんですね。で例えば太平洋戦争がどういうふうに起こったのか、こういう政策意思決定の過程を追っていくっていうのは政治史っていいます。それとは別にじゃあその戦争っていうのを民衆がどういうふうに受け止めたのか、そういうのを民衆史とか民衆思想史という言い方をします。でこの自治体史大口庁舎を作るときにこの政治史と民衆思想史っていうのが融合するととっても素晴らしいものができるんじゃないかなと思います。で実はここで先ほど少し話にもあったんですけれども、一つのスローガンでもないんですけれども、その大口町の歴史を記録し、そして大口町の住民の記憶っていうものをそこに収録したいというふうに思っています。例えば教育だったら小学校とか中学校が、できたり、あるいは改築するっていうことはすごく大事な、記録です。だけれども例えば遠足、どういう思いで参加したのか、あるいは病棟をどういう思いで眺めたのかということっていうのはやっぱり、そこに住んでる人間にとってすごく大事なことなんだろうと思いますね。じゃあそれ具体的にどうするんだという時に多くの、住民の参加の、聴取ということでいろんな証言を、聞き取りをして、それをコラムという形で多く、収録しています。ピンクの枠になっているんですけれども、そして2つ目として、おそらく県史とか市史とか町史村史どこかで、手に取ったこと皆さんあると思うんですけれども、非常に重厚なんだけれども、1ページ目から見たいとはちょっと思わないような感じが印象としてあると思うんですね。でもそうではなくってもう本当に、読みたくなるような、まさに、読む町史っていうのを目指してます。それ具体的に言うと例えば写真とか表とか図とか、そしてさっき言ったコラムというのを必ず見開きに一つ以上入っています。例えばこの大口でも伊勢湾台風の被害っていうのは大きかったんですけれども、その写真というのを見るだけでこんだけ大変だったんだっていうのが分かると思います。そういうのも多く収録しています。そういう意味で、記録はもちろんですけれども住民の記憶、そしてビジュアル的に非常に見やすい、もうできれば小学校とか中学校の副読本として利用できるような、ちょっと熱いんですけれどもなるといいなと思っています。でその上で改めて大口町の、特色っていうのを、特徴ですねを考えてみたいと思います。はい、でパッと、思い浮かぶところ3つぐらい私はあるんですけれども、例えば本日、鈴木町長のお話にもありましたけれども、五条川のところ桜、まだ8分ぐらいなのかもしれないですけれども非常に見事なものがありました。
それだけじゃなくて五条河っていうのはまさに大口町のど真ん中を、横切ってまさに地政学的に大口町にとって五条河っていうのは抜きには語れないものなんだと思います。また例えば、私ここで車で来たんですけれども、高速道路で来ました。で鉄道としては必ずしも便利とは言えないのかもしれないですけれども、その高速道路網の中、あるいは国道41号線、最近サンシャイン線になってきましたけれども、そういうものっていうのが非常に大口の、まあ、経済、産業、そして住民の生活に大きい意味を持っているんだと思います。またもともと農業の地域ですけれども、先ほどからいろいろ話ありますけれども、やっぱり工場誘致というのはすごく大きいと思います。一言で工場誘致って言いますけれども、その間例えば産業形態が日本の繊維業が例えば衰退してしまうとか、あるいは、円高等々で工場が海外に移築されてしまうとか、いろんなことがある中で今日に至るまでも、いろんなことがあったとしても工場というものが、維持できているということは大口の大きい特徴だと思います。でもそれだけではないんだと思います。それはじゃあどうやって考えればいいのか、まさにそれが大口町史の一つの、手がかりになってくれるといいなと思います。で今日は実はそんなに結論があるわけじゃないんですけれども、少し視野を広げて改めて大口町の特徴を一緒に考えたいと思います。それは愛知県の中で大口というのはどういう位置なのかということをちょっと考えたいです。で、愛知県の歴史、今日大村知事が、非常にありがたい、お言葉をいただきましたけれども、この愛知県というところというのも実は非常に葛藤の中で政策が進められてきました。でその何かというときに、やっぱり一番は東京圏と関西圏の間に挟まれて埋没するんじゃないかという危機感が非常に強かったんだろうと思います。で有名な愛知県知事桑原一騎ね、24年でしょうかね、戦後から高度成長期にかけてまさに土台を作った知事と言ってもいいと思いますけれども、1951年、感染から選挙で選ばれる知事になった段階で、あの大愛知ということを、建設ということを、おっしゃるんですね。今だとなかなかそういうスローガンを言わないと思うんですけれども、大愛知の建設というのは結局ここに、工業用水、有名な愛知用水、戦前からも続いてるんですけれども、そのさまざまな土地、工場の土地、あるいは名古屋港、名古屋港というのは非常に全国的に見ても県と市が共同で進めているちょっと特色のある、ところなんですけれども、そういう基盤整備とかを進めていこうとしてました。ただ、日本どこでもそうなんですけれども、昭和20年代っていうのは自治体っていうのは財政難でして、そんなにうまくいってるわけでもなかった。でその後、出てきたのが何かというと、次ですね、伊勢湾台風ですね。で先ほどからも伊勢湾台風、大口も実は大きい被害を受けてるんですけれども、伊勢湾台風の被害もそうなんですが、その後の復興っていうのが実は日本全国にとって非常に大きいものです。で伊勢湾台風の後、防災対策、そういうものができてくるんですけれども、それっていうのが実は全国の先駆けになってきます。あるいは今の上皇、様が、行幸に、行慶というんですけれども、実は伊勢湾台風の時にこの愛知県も、いらっしゃってるんですね。でその後実はしばらく、来てないんですけれども、その災害があったら、そこに直接行くっていうスタートっていうのは実はこの伊勢湾台風でもあったんですけれども、そういう意味でこれっていうのが、この愛知県、三重県、東海地域だけじゃなくて日本中の中でも実は大きい活気になっているなと思います。はい、次お願いします。で、さっき桑原知事の話をしましたけれども、愛知県大体予算というのは関連単体でやってきますけれども、実は地方計画っていう策定っていうのが実は愛知県が先駆けにやっていくんです。中期計画なんですけれども、5カ年計画みたいなやつですけれども、そういう中で実は広域行政とかそういうことを進めながら実はやっていく。実はこういう県の施策の中で大口町っていうのは意外に先取りしていくところが実はちょっとありました。じゃあ次行きましょう。そしてさっき大口の特徴の中で、高速道路の話をしましたけれども、
やっぱりその愛知というのが、この日本の中で、さっきから申し上げている東京と関西に埋没するんじゃないかという中で、この、まあ、東海道新幹線、それと、まあ、阪神が先みたいですけれども、高速道路、そしてこの、名神が先ですけれども、東名高速道路で、まさにその中心にある名古屋というところというのが、その建設というのが、やっぱり高度成長期と非常に重なってきます。そして、まあ新幹線と高速道路、この2つというのが、そこに直接関わらないような市町村も、そこの街づくりも実は基盤になってきます。そういう意味で、実はこの新幹線と高速道路の建設というのが、まあ、高度成長期、まあ、全新しい調子になるんじゃないかなと思っております。まあ、約1年後には、調子が刊行されると思いますので、ぜひ手に取って、一緒に、それを基盤として議論ができるといいなと思っております。はい、以上です。ありがとうございました。後藤先生、ありがとうございました。ご案内の時間になりましたので、まもなく大口調整施行60周年記念式典を開催いたします。本日は記念式典にご臨席いただき、誠にありがとうございます。本日の進行役を務めさせていただきます、大口調整施行60周年記念事業推進員の大類と申します。よろしくお願いいたします。まずは式典のオープニングとして、大口中学校吹奏楽部の皆さんに演奏していただきます。それでは皆さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、大口中学校吹奏楽部です。私たちは1年生11人、2年生22人で活動しています。今年度は郷土夢ふれあい祭りに出演し、ドンキホーテでクリスマスコンサートなど演奏の場を設けいただきました。現在は夏のコンクールに向けて部員一同練習に励んでいます。本日は式典を彩ることができるように演奏します。今日演奏する曲は、吹奏楽のためのおとぎの森より、展望台のファンファーレとメルヘンの森です。それではお聴きください。Thank you.
吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。本日は吹奏楽部の1年生、2年生による演奏でした。会場の皆様、今一度盛大な拍手をお願いします。続いて式典に移らせていただきます。準備が整うまで今しばらくそのままでお待ちください。まずもって大変足元の悪い中、記念式典の方にもおいでをいただきまして誠にありがとうございました。60年の長い月日の中でいろいろな皆さん方のお力で60年の年を飾られることができました。式典の中でいろんな話をさせていただきますが、これから努力をさせていただきますのでよろしくお願いをいたします。式辞、本日ここに大口調整施工60周年記念式典を予行いたしましたところ、公務ご対応の委員にかかわらず愛知県知事大村秀明さんをはじめご来賓並びに多くの関係者の皆様方にご出席を賜り、このように盛大に開催できることをこれから熱く御礼を申し上げます。ありがとうございます。本来であれば昨年の4月1日に記念式典を予行するところでありましたが、ご存じの通り新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から60周年の年度の締めくくりとして本日ここに記念式典を予行することと相まりました。開催にあたりましては、多くの関係者の皆様に多大なるご協力を賜りましたことを、まずもって感謝を申し上げる次第でございます。さて、この大口町の成り立ちは、明治の終わりに大田村、大口村、富成村、および柏森村の一部が合併してできた大口村が、分割の危機を乗り越え、昭和37年4月1日に大口町として誕生をいたしました。当時は人口が1万1000人余りで、これから60年が経過し、現在では2万4000人を超えるほどの町に成長してまいりました。この大口町の60年の歴史を振り返ると、やはり昭和30年代に行われた工場誘致を抜きに語ることはできません。準農業地帯であった大口村へ製造業を中心とする多くの企業に進出をしていただいておりますが、誘致に至るまでには貴重な農地を提供してくださった農家の方々をはじめ多くの町民の皆様のご理解とご協力があったものと常々思いを巡らしているところでございます。これもひとえに60年前に初代町長に就任された茶本悦郎氏をはじめ当時の多くの方々のお力があってこそ、さらには今日に至るまでこの大口町を守り育てていただきました諸先輩のおかげであると改めて感謝を申し上げる次第でございます。皆さんが五条川でご覧になられた桜も
その社本悦郎氏が先導になって植えられ、桜の苗が五条川桜として知られるほどの名所となり、現在のように見事に咲き誇るまでになりました。花のご縁で申せば、この花壇に飾らせていただきましたこの牡丹の花で、花は今から400年ほど前、大口町出身の堀尾吉原公が島根の地に松江城を築城したご縁から、大口町と松江さんと姉妹都市提携を結んでおり、そのご縁で松江さんから贈られたものでございます。このようなご縁をいただいたもの、その400年以上も前に堀尾吉原公という郷土ゆかりの武将がこの大口町の地に生まれ、後世に偉業を成したおかげであると思いを寄せるところでございます。松江市長のお心遣いにも感謝を申し上げる次第であります。さて、我が国は急速な人口減少、少子高齢化が進行する中で、新型コロナウイルス感染症の繰り返される猛威により、人々の生活は大きな変化を余儀なくされ、またロシアによるウクライナ侵攻以降、社会経済情勢に大きな影響をもたらしてきております。こうした社会を取り巻く環境の変化の中で、持続的な発展を遂げるべく、アフターコロナを見据えた新たな街づくりへの転換が求められております。幸い、この大口町には NPO 団体がはじめ、たくさんの町づくり団体があり、それぞれに日々ご活躍をいただいております。また、世界に名だたる大手企業をはじめ、多くの優良企業の皆さんが、この大口町で事業活動を展開されております。こうした NPO 団体の方々や、企業の皆様のお力をお借りしながら、本町の走行警戒を抱えるみんなで進める自立と共助のまちづくりの実現に向けて、一歩ずつ着実に歩みを進め、50年後、100年後も大口町の住民であることに誇りを持っていただけるようまちづくりに取り組んでまいりますので、今後とも変わらぬご支援ご協力をお願いを申し上げます。結びにあたり、これまで本町の発展にご尽力を賜りました皆様方に重ねて感謝を申し上げるとともに、本日ご参加の皆様方のますますのご活躍、そして大口町の発展と町民の皆さんのご健勝、ご多幸をご懸念を申し上げ、祝辞とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。大口町議会議長挨拶。大口町議会を代表して議長斉木一三がご挨拶申し上げます。皆様、おはようございます。本日ここに町政施行60周年記念の記念式典を挙行するにあたりまして、大口町議会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。まずもって本日
記念式典が開催をされますこと、大変嬉しく思っております。ご来賓の各位には、ご多様のところ、ご臨席を賜り、また町民の皆様にも多数ご参列いただき、誠にありがとうございます。本式典が盛大に開催をされますことは、この上ない喜びでありますとともに、開催関係者の皆様には深く感謝を申し上げる次第でございます。今日のこの式典は、私たちが60年にわたって共に歩んできた道のりを振り返り、これからの未来に向けて新たな決意を固めるための機会でもあります。60年前、大口町が誕生した時はまだ発展途上でありました。しかしその後、多くの人々の努力と犠牲により、私たちは今日この素晴らしい町を築き上げることができました。私たちはこの町を愛し、その発展のために尽力された多くの方々に深く感謝を申し上げる次第であります。さて、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、さまざまな行事が残念ながら中止や変更を余儀なくされましたが、60周年の締めくくりとなる今日のこの式典に、役場南広場とその周辺で開催されますたくさんのイベント、桜マルシェやにぎわい横丁などが花を添えていただいております。私ども議会といたしましても、先月60周年の記念すべき年に大口町、大口町民一日議会を開催することができました。6名の一日議員の皆様には、環境、福祉、教育、まちづくりなどのさまざまな面から、質問や提案をいただきました。その堂々と質問をされる姿を拝見しまして、大変頼もしく感じたと同時に、大口町を今よりさらに住みやすい町にと思っていただいている町民の皆様の声を聞くことができ、本町の未来はより明るいものになるだろうと確信をした次第であります。大口町議会も地域の発展に貢献するため、さらなる議会改革を進め、地域住民の声に耳を傾け、共に考え、共に行動し、地域社会をより良くしていく決意であります。娘にあたりまして、本日ご参会の皆様、町民の皆様のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。来賓祝辞、はじめに愛知県知事大村秀明様よりお言葉を頂戴したいと存じます。大村様、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。愛知県知事の村井秀明です。町政施行60周年、お迎えになり、
本日しようって、お手でと言いますか、おりまして、この記念式典が本日盛大に行されますことを心からお喜びを申し上げます。先ほどはね、冒頭は6人であの中学生の皆さんプラス大変素晴らしい演奏を聞かせていただき本当にありがとうございます。さて、鈴木町長、佐伯町さんはじめ牧場の発展に尽くしてこられました町民の皆様、関係者の皆様に対しまして深く敬意を表する次第でございます。またあの国会、県会、市会の先生方、そしてまた近隣の市長さん、町長さんですね、そしてまたあの、姉妹都市松江市長さん、議長さんはじめ多くの皆様にこうして、ご支援いただきましてのご盛会心からお喜びを申し上げる次第でございます。さて大口町におかれましては第7条大口町総合計画に基づいてみんなで進める自立と共助のまちづくりを基本理念に、若い世代の定住子育て支援、健やかな暮らしづくり、活力ある産業づくりという3つのまちづくり戦略を、設定をし、さまざまな事業を推進しておられます。そして60周年記念事業では、本日桜マルシェが開催されて役場南広場や、運動場をつなぐ北西橋などが設置され多くの世代の方に利用させていただけるにぎわいの場も作られました。さらにですね、こうした事業を中心に参加と共同の街が進み活気あふれる街となることを期待をいたします。また活力ある産業づくりにおかれのおいては大口町さんは長年にわたり積極的に事業誘致を進められ現在では世界の製造業を支える工作機械のトップメーカーが集積するなど産業史と愛知の一翼を担っていただいております。これ先ほど鈴木町長が、おっしゃられた通りでございます。そうしたことに対しまして、私ども愛知県も大口町さんと連携をして新愛知創造産業立長期などによりましてそうした企業誘致を支援するとともに太陽光発電の電力から低炭素水素を製造し燃料電池フォークリフトに利用する事業なども支援をいたしております。また道路アクセスインフラ整備ということで国道41号の6車線化をほぼ完了ということでございます。さらなる発展が期待をされるということでございます。今後とも産業振興をはじめ社会インフラの整備農林水産業の振興、教育、人づくり、女性の活躍、医療、福祉など、県民の皆様の生活と社会福祉の向上に力を注いでいただければと思います。最後にですね、ようやく新型コロナウイルス感染症もですね、まるっと3年、ですね、このコロナ禍との戦いといいますか、対応やってまいりましたが、ようやくですね、第8波も収束、ほぼ収束に向かっております。さまざまな規制もですね、私ども緩和させていただき、3月13日からは、マスクは取っていただきながら、対応していただくということ、そしてまた学校のですね、卒業式、入学式も、マスクは、それぞれの、ご判断ということでですね、取っていただくということで進めてます。させていただいておりますし、5月8日には2類から5類ということで基本的に、ほぼインフルエンザと同じ対応ということになるわけでございます。そういう意味ではですね、引き続きやはりあの感染防止対策はしっかり私もやっていきますが、これからはですねアフターコロナ、ウィズコロナということでポストコロナの中で、社会経済活動をしっかり盛り上げていくということが今年の大きな課題になるまいります。どうかですね、大口市長さんにはそうした流れの中でさらに町政を発展され、そして活力とにぎわいのある大口町、そして、笑顔であふれる大口町をですね、お作りをいただきますように、申し上げたいと思います。皆様方のご健勝を心から記念を申し上げ、皆様と一緒に日本一元気な愛知を作ってまいりたいと思いますので今後ともよろしくお願い申し上げ大口町さんのますますのご発展を記念申し上げてご挨拶といたします。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして参議院議員藤川雅彦様よろしくお願いいたします。
ご紹介いただきました藤川でございます。もう県議会議員以来幾度となくこの壇上でご挨拶をさせていただきましたので、素性のほどは十分お分かりいただけているとかと思いますけれど、この長生60周年を迎えるにあたり本当に嬉しい気持ちでいっぱいであり、知事が最後に申されたこのコロナっていう本当に苦しい、まあ、まだまだ道半ばといえばそうかもしれませんが、いざ終焉が見えてきてポストコロナ、そしてウィズコロナ、昔あった日常が目の前にも届きそうになってきた、その時にこうした壇上でお話ができることをとても楽しみに嬉しくやってまいりました。先ほど申しましたように何度もこの場所でも自分なりの自己紹介等々もしましたが、まあ、私と知事は同い年の生まれで、ちょうど大口町が長生を張った時の2年前、昭和35年の生まれでありますから、小さい頃はやっぱり、まあ、柏森からおうちのおばあちゃんと一人で上尾口に出かけて、おばあちゃんに座布団の上に座ったなんか小さなおばあちゃんのお菓子をもらいに、よくよく一人で上尾口に出かけてたのは私なりに覚えてます。この地域はやはり扶桑町に行けば南神殿、北神殿というまだ神殿名が残る、そういうあざ名があります。今日小牧町も見えですけれど、もう豊田のここには河内屋神殿、ゆかで神殿というまだ地名自身が神殿を残している地域がたくさんあります。まさに歴史をそのまま今に、映している、まあ、ある意味歴史の鏡という地名がありますが、やはり地域が変わって、町名、あざ名変更もいっぱいあって、名前でその地域の歴史を知ることってのは少なくなったんですが、まさに1600年、堀尾公が松井に入場された頃、この地域の幸せを、まあ、生活を維持しようとしてできたのが入海家の神殿開発であった。江戸初当初の先人のご苦労のもとで私たちの地域はあると思っています。そしていろんな戦いがあり、明治開府というその大きな変換点を迎え、将来この村を、この町をどうしようか、また新たな夢を描いて努力をされた先人がいるからこそ今の私たちがいるんでしょうけど、長生成功の時にはじゃあどうだったのか、やはりそこに思いを馳せると、昭和36年に伊勢湾台風という大きな災害がありました。まあ今世界をリードする工作機械メーカーの山崎さんもまさにその台風下の影響を受けた、まあ、犠牲も大きな損失を払った上で新たな出発点を模索された上で、この当時の大口町に本社を移され、次来いろんな企業がこの大口町に今夢と希望を次の時代につなげていただいていると思っています。まさにこの60年というのは自分の人生とも重なる60年であると同時に、この60年の思いをどうやって次の時代に大きな夢と希望をつないでいこうか、まさに今鈴木町長がその種植えをしっかりされているんだと私は固く信じてますし、その応援団が少しでもできれば幸せなことであります。この地域は大口町だけで大きく発展をする、それだけじゃありません。やはりお隣近隣の市町と力を合わせて、まあ、私は常々言うんですが、まあ、知事の地元の西三河っていうのが日本を代表するものづくりですけど、この尾張がその補完的地域じゃなくて、やはり対等に力を合わせてこの次なる日本を支えていける地域にしていきたいというのが、この職にあるうちの大きな次への夢であります。ぜひ鈴木町長、近隣の市長さん、町長さんと力を合わせて、この地域で生まれ育つ子どもたちのために素晴らしい夢ある地域を作り上げていただきたいと思います。この60年、次なる60年の大きなお手本として、ここにおられる全ての皆さん方と、
語らい、笑顔でマスクを取っていろんな話し合いが今後もしていただけることを心からお祈りを申し上げます。今日は松江市長さんもお見えでありますし、まあ、私も24年前県会議員になった当初、松江城を復興する会のメンバーとしてお誘いをいただいて、今その松江城も国宝になって、そして出雲松江には飛行機がすぐ隣から飛んで、描いた夢が実際現実のものになっている。それはやっぱり一人一人の努力だし、夢があったから実現できていると私は思っています。重ねて申し上げますが、今あるこの富は決して我々の力ではなく先人の力によるものだったら、そのお手本のもとで次なる時代をしっかり70年80年築き上げていく、そういうスタートの年としていただければと思います。皆様方のご健勝ご多幸、そして大口町のますますのご発展、夢ある大きく羽ばたく大口町、心から記念申し上げましてご挨拶とさせていただきます。誠におめでとうございました。ありがとうございました。続きまして衆議院議員杉本和美様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました衆議院の4期目させていただいている杉本和美と申します。4期目といって言っても、私20年ほど政治活動をさせていただいておりますが、大口町政60周年、誠におめでとうございます。その20年前を実は思い起こしますと、藤川さんがおばあちゃんの膝の上っていうのを話されてましたけども、41号の東側をお尋ねした時にですね、君この町の名前知ってるかって言われて、ここは小木田と読むんだぞというお言葉をいただきました。でそこのまた、おばあちゃんからつくしを揚げたやつを砂糖にまぶしたやつを頂戴してですね、大変温かく迎えていただいたということを思い出しております。この60年というのは、藤川さんも話されましたけども、大村知事、藤川さん、そして私、本当に同世代でございまして、60年をちょうど超えたところでございますので、鈴木さんも一緒ですけどね、元気も長女も一緒ぐらいですかね、ほとんど一緒ぐらいなんですが、少しだけ、長女よりも長いかもしれませんけれども、この60年というのは恥ずかしながら自らに帰り見てもですね、かなり月日が1年1年あったなということで、1600年からの歴史でありますが、町政が始まって年輪のごとくですね、この60年が重ねられたと思います。で20年前私がお邪魔した時には酒井町長がいらっしゃいました。そしてその後森町長になられ、そして現鈴木町長、酒井さんの前は鈴木さんのお父様の町長でいらっしゃった、5代目でいらっしゃったというふうに承っております。町長をはじめですね、本当に町民の皆様、冒頭お話した通り、お一人お一人があって、この大口町が発展していると感じております。60年経ちましたけれども、今後ますますの発展は町民の皆様お一人お一人がかかっている、あるいは今日吹奏楽をしてくださった皆さんにもかかっていると思っておりますので、次の60年、実感12時の60年、60年経たないと回ってきませんので、次120周年に向けてですね、ますます大口町が発展し、皆様のご健勝であられることを心からお祈りいたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、愛知県議会議員鈴木義弘さん、よろしくお願いいたします。
エレンドはおはようございます。本日は調整60周年、本当にあのおめでとうございます。これ皆さんが本当に苦しい思いをして、つないで見えたことというふうに私自身思ってます。今日はあいにくの雨でございますが、まあ雨降って地固まると言います。まあこの固まった地を今度はそれを一歩前に進めれるよう、皆さん方にまた、ご協力をいただきながら、この大口町が ますます、発展をしていければいいなというふうにも思っています。まあ、あの私も、思い返せば今60、もうすぐ67になるんですが、あの保育園の年長さんだったか小学校の1年生か、そんなところでこの大口村から大口町に変わりました。その時に昔はこう花火っていうんですか、あれがどんどんとこう打ち上げられて、これからイベントがあるぞっていうことを、知らせたというふうに、思い起こします。まあ、あの最初は何がなっとるんかなっていうふうに、子供心に思いながら、でも家に帰って、おふくろに今日は何だったっつって言って聞いたら、今日は村から町に変わったんだっつって、いうふうに、教えられたことを思い出します。まあ、あのこうして、60年という大口町の歩みがどんなに苦労をされたのか、やはり先輩方が一生懸命この、大口町を育てて、来ていただいた、もう本当にこれに尽きるんではないかなというふうにも思っておりますが、まあ、これから、大口町もこの約50年近くは本当にあの災害も、影響がなく、来れたというふうに、思ってます。まあ、先ほどあの伊勢湾台風でだいぶ、いかんかったということも、お聞きをしておりますが、でもこの大口町というのはこの愛知県下でも本当にこう安全安心な、町、またそういう地であるというふうに、思ってます。これをこれからまた子どもたちのためにつないでいけれる、皆さん方とご協力しながら、進めていけたらいいなと、そんなふうにも思っております。まあ今こうして、67になって、今のこの世間を見させていただきますと、この 農業と工業が本当にこううまく入り混じったこう大口町というのはそういう町なんだということ、まあ、皆さん方本当にあの自覚を、されておると思いますが、誇れる、町であります。これからも皆さん方とともに、この大口町の発展に、尽力をしていきたい。また、皆様方がこれからご健勝で長生きをされて、この大口町のために、働いていただくことを、心よりお願いを申し上げまして、まだ簡単ではございますが、ご挨拶、に変えさせていただきます。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、島根県松江市長上貞昭彦さん、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。ご紹介いただきました島根県松江市長の上貞と申します。本日は大口町町政施行60周年誠におめでとうございます。このおめでたい席に私松江市長がなぜお招きいただいたかと申しますと、松江海部の祖であります堀尾義治公の生誕地、この大口町と松江市が長きにわたって信仰を温めさせていただいたことのおかげさまでございます。振り返りますと、昭和33年に堀尾史跡検証会が設立され、堀尾家の供養塔の建立に取り組んでこられ、また松江市にお出かけいただきまして、松江神社の例大祭や円城寺の堀尾祭にもお越しをいただいておりました。
そして平成8年に大口町の三輪ライオンズクラブと松江市の古城ライオンズクラブが姉妹クラブとならせていただきましたことをきっかけにしまして、中学生の皆さんのスポーツ交流などを始めさせていただきました。その後大きく関係が深まりましたのが、先ほど藤川先生がおっしゃっていただきました通り、平成27年でございます。3月に富士ドリームエアラインズ FDA の小牧、県営名古屋空港と、出雲空港の直行便が就航することとなりました。物理的にも非常に近くなれた大きな契機でございました。またそれに合わせましてというのはたまたまでございますが、その27年の7月に我々松江市民の念願でありました松江城の国宝化が実現をいたしました。そしてその次の月、平成27年8月29日に大口町と松江市と姉妹都市の提携をさせていただいたことが、今日配っていただいております記念誌の24ページにも書かれております。非常にありがたいことでございまして、その後松江市からヤロマイ大祭に出かけさせていただきましたり、また大口町からは松江市で開催をいたしておりますだんだん夏踊り、あるいは松江水道路といったイベントにもご参加をいただいております。令和2年度からは、今日は2年生1年生来ていらっしゃいますが、大口中学校の3年生の修学旅行先として松江を選んでいただきました。松江にお越しいただきまして、いろんな松江の学習あるいは体験をしていただきまして、その松江の魅力を全国の皆さんに広めていただきたいということで、松江ツーリズムアンバサダーという、まあ、これ職務をですね、中学生の皆さんにお願いを、移植をさせていただいているところでございます。実はですね、すでにツーリズムアンバサダーに就任していただきました中学生の皆さん、もちろん高校生になられている方もいらっしゃいますが、692人を数えます。たくさんの方に松江に来ていただいていることに感謝を申し上げます。また松江に来ていただいた折にはですね、大口関越桜を我々の施設、堀と花のテーマパークであります高原パークというところに植樹をいただいております。ぜひ植樹をしていただいた中学生の皆さんには改めて松江を訪ねていただきまして、その桜の成長を見ていただければと思っておりますとともに、次世代にこの大口町と松江市との熱い強いつながりを継承していっていただきたいと大いに期待しているところでございます。結びとなりますが、大口町が今後ますます発展されまして、現在咲き誇っております関越桜のように、大きく皆さんを魅了していただくということとともに、大口町と松江市の関係も、今回寄贈させていただきました松江市の牡丹のように大輪の花を、築くことを願いまして、そして本日ご出席されている皆様のご健勝とご託をお祈りいたしまして、私からのお祝いのご挨拶をさせていただきます。長生志向60周年誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、松江市議会議長立脇道也様、よろしくお願いいたします。松江市議会の立脇でございます。松江市議会を代表いたしまして、お祝いの言葉を申し述べさせていただきます。本日は大口町におかれましては、町長生志向60周年誠におめでとうございます。町生志向以来、町の発展は目覚ましく、これもひとえに町民の皆様のご努力の賜物であり、深く敬意を表する次第であります。松江市とは、松江城初代城主堀尾義治公のふるさとというご縁があり、交流を続けさせていただいております。
平成27年には姉妹都市提携をいたしました。コロナ禍の中で顔を見ながらの交流が難しい時でも大口中学校の皆様には松江市へ修学旅行に来ていただきました。修学旅行で松江を訪れた中学生の皆さんの感想が町の広報誌に掲載されておりましたが、松江の景色や人々との交流、さまざまな体験を通じて松江の良さにたくさん触れていただき、喜んでいただけたようで、私も大変嬉しく思うところでございます。今後は中学生をはじめとした子どもたちだけではなく、幅広い年代の方々とも交流の輪が広がり、以前にも増して活発な交流ができることを期待しております。結びになります、大口町の今後ますますの発展と、ご臨席の皆様方のご活躍とご多幸を心から記念申し上げまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。衆議院議員江崎哲馬様は本日ご欠席ですが、秘書の和歌山真嗣様にご臨席いただいておりますのでご紹介させていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。続きまして、60周年記念ロゴマーク考案者の表彰式を執り行わせていただきます。60周年ロゴマークは広く公募を行い、最終審査は大口町にゆかりのある皆さんの投票で決定しました。ロゴマークはさまざまな60周年事業で使用され、60周年を大いに盛り上げていただきました。また本日の式次第の表紙にもロゴマークがあしらわれております。ロゴマーク考案者常川日和様、壇上にお進みください。会社長、常川よりとも、あなたは大口町政策を60周年記念ロゴマークを制作され、大口町の周知に貢献されました。よってここに深く感謝の意を表します。令和5年3月26日、大口町長の務めまありがとうございました。ありがとうございました。ここで受賞されました常川様からお言葉を賜りたいと存じます。この度ご紹介いただきましたロゴを制作いたしました常川日和と申します。この度60周年大口町おめでとうございます。ロゴ選定にあたりご投票いただいた方々並びに大口町民の方々、職員の方々、誠にありがとうございます。大口町の施設や場所、いろいろな場所でロゴを掲載いただき、日々常にロゴが増えている
ことがとても私は嬉しく感じておりました。またロゴを通じて町民の方々が日常的に大口町60周年をお祝いし、また愛着を持っていただけたことを実感しました。私も大口町生まれ大口町育ちなので、こうやって故郷に貢献できたことを誇りに思っております。住民の皆様、職員の皆様、またこの記念事業に従事している方々、そしてご投票いただいた方々のおかげで、この60周年の1年は私にとって貴重な体験ができた素晴らしい1年になりました。この度誠に60周年おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。会場の皆様、今一度メンバー様に来てください。続きまして、松江城堀川遊覧船の起動式を行います。この度姉妹都市である島根県松江市様から、町制60周年を記念して五条川で松江城堀川遊覧船を運航した後、その船を寄贈いただけることになりました。能見理事長、町長はステージ中央まで移動をお願いいたします。それでは公益社団法人松江市観光振興公社代表理事、理事長能見博明様から、大口町長鈴木正弘へ目録を寄贈していただき、能見様からお言葉を頂戴したいと思います。皆様おはようございます。 ただいまの紹介をいただきました松江で堀川遊覧船を運営をしております公益財団法人松江観光振興公社の理事長をしております能見と申します。松江市副市長の任務もございますけれども、理事長として一言ご挨拶を申し上げます。まずもって大口町制施行60周年誠に おめでとうございます。心よりご喜びを申し上げる次第でございます。ぐるっと松江堀川めぐり堀川遊覧船は、ここ大口町が生誕地であります、戦国武将ご領主ある党のが築城した国宝松江城のご加工の約4キロの松江堀川で運行をしているところでございます。おかげさまで昨年の7月には就航以来25周年を迎えたところでございます。そしてこの大口町の皆様には、大口中学校の修学旅行での浮上船のほか、多くの町民の皆様にお乗りをいただいておるところでございまして、この場を借りまして御礼を申し上げる次第でございます。実は昨年の秋でございましたが、大口町さんのこのようなご縁の中、この地を訪れた際に鈴木町長様、そして市長様より五条川で遊覧船を走らせてみたいというお話を伺ったところでございます。そこで松江から遊覧船をお運びし、この度の式典イベントに合わせまして
この地にお運びをしたところでございます。そして五条川遊覧船が実現をいたしました。お送りいたしました。この度の式典で利用いたしました堀川15号船でございますけれども、先ほど大口町の方に寄贈をさせていただいたところでございます。今後はこの式典イベントを皮切りに大口町のさまざまなにぎわいづくりにご活用いただければ幸いに存ずる次第でございます。結びに大口町のますますのご発展と、そして大口町と松江市の絆がさらに深まりますことをご記念申し上げ、花原簡単そしてございますけれども、お祝いのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。能見様、ありがとうございました。それでは大口町長よりご挨拶を申し上げます。大変貴重な船を頂戴をする、先ほど農林区長がおっしゃいましたように、本当に訪ねた時にいいなこの船って思ったのが思い出でした。これ五条川に浮かして桜見たら最高にいいやろうなっていう思いがありまして、お願いをさせていただき、そして市長そして観光客の皆さん方がええよって言っていただいたこのご恩に、これからくぐるべく一生懸命また運行のことを考えながら許可を取りながら、一つの大口町の名所になるよう努力をしてまいる所存でございます。はい、いただきました大切な船、これからも長く使わせていただくことをお約束をさせていただきまして、お礼のご挨拶に入させていただきます。本当に今選手の皆さん方の心温まる寄贈、大変ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、FDA 航空券の寄贈式を行います。株式会社富士ドリームエアラインズ様は、本日から名古屋、札幌、岡山便を就航されることとなり、そのご縁からこの度、一組分の往復航空券を寄贈いただけることになりました。富士ドリームエアラインズ様には、大口中学校の松江市修学旅行の折にもチャーター機の運航にお力添えをいただいております。専務取締役高橋さん、少々ステージ中央まで移動をお願いいたします。それでは株式会社富士ドリームエアラインズ専務取締役高橋誠様から、大口町長鈴木正弘へ目録を寄贈していただき、高橋様からお言葉を頂戴したいと存じます。ただいまご紹介をいただきました富士ドリームエアラインズの高橋と申します。本日は大口町町政60周年記念、誠におめでとうございます。またこのような機会をいただきまして本当にありがとうございます。ただいま騎士会の方からご紹介がございましたけれども、まさに本日3月26日、すぐお隣の県営名古屋空港から北海道札幌への直行便が実現いたしました。私もこの前に県営名古屋空港へ行って1便目の8時出発便を見送ってこちらへ来た次第でございます。我々 FDA は2009年から
県営名古屋空港へ運航を開始いたしまして、以来13年間徐々に便数を増やしてまいりました。ここへいらっしゃる皆様はじめ近隣の皆様の大変なるご支援のもとに、順調に育ってまいりました。感謝申し上げたいと思います。今日の岡田便、札幌岡田便の集合をもちまして、県営名古屋空港から9路線になりました。先ほど 松江市長からのお話もありました出雲便も含めて9路線ございます。引き続き皆様のご利用をお待ちしております。最後になりますけれども、こちらにご臨席の皆様のご多幸とご繁栄を記念いたしまして、私からのお言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。それでは大口町長にご挨拶を申し上げます。LED の皆さん本当にありがとうございました。この今日いただきました航空券岡玉便というか小牧札幌便であります。札幌には御の字の通り2つの空港がありまして、千歳空港と岡玉空港という空港が2つある。そして岡玉空港というのは本当に札幌市内から車で15分ごろのところにある空港であります。ここに前から FDA の皆さん方ぜひ就航させたいという悲願をずっとお持ちになって運営でした。今日どっかにご縁かどうか分かりませんが、3月26日今日からその悲願であった岡玉空港にこの小牧の地から飛行機が飛んでいく。そして札幌の方からこっちへ飛行機が帰ってくるということであります。我々にとっても遠い札幌というか北海道でありますが、また一歩近づいたということであります。先ほど小口中学校の修学旅行の話がございました。本当に小牧から出雲空港まで飛べる飛行機があった、その飛行機を使わせていただいたそのご縁っていうのは中学生の皆さんにとって本当にラッキーだったのではないかなと思います。そしてまたその中学生を乗せて松江に飛んでいただける飛行機の便を本来ですと1便朝1便であります。で帰り夜1便っていう便でありますけども、チャーター機を仕立てていただいて中学生の皆さんを松江の地まで運んでいただく、多分中学校から今日前に座って見えます中学校2年生の方だとも飛行機に乗ってここ松江に着くときに左手の方に我々の先祖であります堀尾吉川学校が作られたお城を見ていただけると思います。そのご縁をいただき、そしてご協力をいただき、またこうしてたまたま同じ3月26日ということでチケットを2枚頂戴をいたしました。これは町民の皆さん方に応募をさせていただき、その小口町の代表としてぜひ札幌に行っていただきたい、その思いを私も思っておりますので、ぜひFDA の皆さん方にもう一度盛大な拍手をしていただきますとお願い申し上げて、お礼のご挨拶に返させていただきます。 FDA の皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして町政60周年と新しい大口町史についての講演会を行います。準備が整いますまで今しばらくそのままでお待ちください。